世界選抜悲願の優勝を目指し頑張ります。はい、ありがとうございました。なんか若干棒立ちでずっとアクションなしで言うのもなかなかね難しいですね。すごいね、やっぱりね、丸山さんすごいですね。すげえな。でもプレジデンツカップを見たくなったその分見たくなったというか雰囲気が伝わってきますよね、見てて。あ、見て、あ、そういう思いでやってんだみたいな。真面目に後半にも作りたいけど面白くない。あれ、あとは編集、ネットワークの腕利きの編集者が編集で、あれ映像は温度感、温度感が、まあ、基本的にこれほとんど食ってる時は撮られてる。まあ、こっち向いていきます。これそう過ぎちゃ太るわけだ、これ。そうなんですよ、毎回こう。あれ解説するときないですか、この置いてないんですか。食べない。あ、食べない。ほとんど食べない。なんか集中しちゃって、うん、入り込んじゃう。あ、すごいね、経験した人の言葉って。ちょっとね、離れちゃったからね、時間がね。俺のプレジデンツカップへのイメージ、イメージがね、離れちゃってるから、どんなだったかななんつって興奮してやってるからさ、その時はうわーと思うんだけどさ、ちょっと離れちゃうとさ。練習日とか規律は厳しいんですよ。いや、全然そんなことないですよ、なんかグレッグ・ノーマンの指揮通りにやってました、僕は。あいつ、あいつ、あいつやってこいとか言って。練習のペアリングも指定されてる。指定されました。多分組ませる同士やるんだよね。あ、その2-2で回してる。誰だ、アジアじゃないですよね、このまま行くと。はい、アダムとは練習ランドしてましたけどね、アダムぐらいしか知らないんだけど。でもアダムとクロガー、ジェイソン・デイ、ジェイソン・デイはありえるでしょ。山頂いつぐらいから現地には入られる、分かんない。どうやってやってるの。何も言われてないから、ここから連絡待ちで、インフォメーションくれって言って、来週、再来週には来るんじゃない。まだまだ丸山さんの取材は続いてますけれども、ぜひ皆さん、プレジデンツカップ見てください。すっごい、まあ、気持ちとね、映像が両方これでリンクすると思いますので、ぜひみんな見てて楽しいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。杉ちゃん行くプレジデンツカップバージョンでした。Thank you.